三重県営総合競技場は三重県伊勢市宇治か町の伊鈴公園にあるスポーツ施設、陸上競技場及び体育館を各とする。指定管理者は三重県スポーツ協会グループ。略称は県営競技場、または県営陸上競技場。特に陸上競技場については県内の陸上競技に関わるものの中では伊勢、伊勢の競技場。 県の競技場と呼ばれている。2014年10月1日より、命名県導入により、三重交通 G スポーツの森伊勢となった。陸上競技場、メインスタンド外観改修前の陸上競技場、三重県営体育館陸上競技場、体育館、トレーニングセンターからなる。この校では2015年度から2018年度において、行われた陸上競技場の改修工事を取り上げる。 以上のことにより、三重県は陸上競技場の大規模改修を行うことを決めた。主な改修計画を下記に示す。主な改修内容を下記に示す。ありがとうございます。